ジェミマ・ジェラガト・スムゴングは、ケニアの陸上競技選手。専門は長距離走。ケニアナンディ出身。ケニア区予軍所属であり、マラソン選手である夫との間に、カズメがある。二千十二年より、海外マラソンに参戦し、同年のボストンマラソンで二時間三十一分五十二秒を出して二位となる。二千十三年には、ロッテルダムマラソンで二時間二十三分二十七秒を、 出して、マラソン初優勝。同年のシカゴマラソンでは2時間20分48秒のパーソナルレコードタイムを記録している。2015年の世界陸上選手権女子マラソンでは、終盤までマレディババ、ヘラー・キプロプ、ユニス・ジェプキル・イキルワラとの優勝争いを繰り広げたが4位に終わった。2016年4月24日の ロンドンマラソンでは2時間22分58秒で優勝を飾り、8月14日のリオデジャネイロオリンピック女子マラソンでは、前年の世界選手権で最後まで優勝を争ったキプロップ、ディババ、キルアと再び終盤まで激しくつばぜり合いを演じ、41km 付近でトップに踊り出るとそのまま1位で入選し、金メダルを獲得するとともに、母国ケニアにとっても、 悲願の女子マラソン初の金メダルをもたらした。2017年4月7日、ケニアにて行われた抜き打ちのドーピング検査の結果、スムゴングが赤血球の増加効果を持つエリスロポエチンに対して陽性反応を示したことが報じられた。2017年11月7日、ケニアの反ドーピング期間から4年間の資格停止処分を受けた。 さらに2019年1月25日、アスレチックスインテグリティユニットは、スムゴングの資格停止期間が、倍の8年に伸びたと発表した。ドーピング検査の際、スムゴングは、子宮外妊娠に伴う、卵管破裂で注射という血を受けたことが、陽性反応につながった。ケニア国内で医師がストライキをしていた際に、偽物の医者によって、エポを注射されたと主張、病院の証明書、 反ドーピング機関へ提出した。しかし、これが偽造していたものであると判明したためである。ありがとうございます。